ルイ・ブライユは、フランスの盲学校教師。アルファベットを6つの点の組み合わせで表現する展示を、考案した。くぶれ村のブライユ聖火パリ北東に約40キロメートルに、位置するイルド・フランス地域圏、セーヌイコールイコールマルヌ圏、くぶれ村に、バグ職人である父・シモンと、母・モニクの間に4人兄弟の末っ子として生まれる。1812年。 三歳の時、自宅にあった、シモンの工房で遊んでいるうち、誤って事故により、水で、左目の眼球を突き負傷する。その後、右目も交換性眼炎を起こし、五歳で、両目とも失明する。1800年代初頭の当時においては、ブライユのように障害のある子供に対しては教育は、不必要とされており、不遇な目に遭うことがほとんどだったが、ブライユは、 家族の協力もあり、生活能力や知識を身につけていく。6歳の時、村にやってきた神父、ジャック・パリュイに、その聡明さを見出されたブライユは、7歳になると、パリュイ神父から、村の学校のアントワーヌ・ベシュレ校長への取り計らいで、村の学校に通い、他の生徒と同じように授業を受け、優秀な成績を収めた。学校での成績や、自分で、 読み書きがしたいというブライユの願望に、さらに進んだ教育が必要と感じた周囲の援助も、あり、村の公爵は、バランタン・アユイが設立した、パリの王立盲学校へ入学のための推薦状を送った。そのことが認められて、1819年、ブライユは同校に、小学生として入学することになる。1819年、ブライユは10歳で、 パリの王立盲学校に入学。同時期、フランス軍の軍人、シャルル・バルビエが考案したそのグラフィーと呼ばれる十二点式の暗号に出会う。ブライユはこれをもとに六点式の展示を発明した。ブライユはパリ盲学校を卒業し、同校の教官になった。王立盲学校は、セーヌ川沿いにあり、建物がもともと監獄として使われ。 古く多湿で、非衛生的だったため、100人近くいた生徒も、不健康な状態であったことも相まり、ブライユが26歳の時肺結核となる。晩年は、盲学校教師として、教鞭をとり、また、教会のパイプオルガンを演奏するなどして活躍した。その傍ら請願者、視覚障害者療養の天文字の開発に勤しんだ。この天文字は、 はじめブライユが展示機で試みたものを、ブライユの友人の盲人である、ピエール・フランソワ・ビクトル・フーコーが独特の機械を開発し、後にラフィグラフと呼ばれるようになった。その方法は、タイプライターの普及に伴い捨てれて、現在では使用されていない。ブライユは1852年に、肺結核のため43歳で亡くなった。 死後100年にあたる1952年、ブライユの遺骸は、故郷のクブレ村からパリに移され、ビクトル・ユーゴーやエミール・ゾラなど多くの国民的英雄を祀るパンテオンに葬られた。クブレ村、ルイ・ブライユ通り13番地にあるブライユの聖火は、展示博物館として公開されており、 世界中の視覚障害者たちが訪れ、盲人たちに光をもたらしてくれた、ブライユの遺徳を忍んでいる。展示を表す言葉は、多くの国で、ブライユの名前から、ブレールと呼ばれている。その誕生日にあたる1月4日は2000年に、世界盲人連合により、世界展示デートされた。小惑星のブライユは、ブライユの何にちなみ命名された。 パリのパンテオンにあるブライユの母姫ブレれ村にあるブライユのヒル類ブライユのブライユ式展示表記ブライユが王立毛学校に在学していた頃バルビエが夜間の伝言で用いるそのグラフィと呼ばれる十二点式の暗号を考案し普及しようとしていたバルビエはそのグラフィを視覚障害者に有益と考え王立毛学校を訪問していたが当時の校長は採用しなかった その後、校長が変わって1821年、盲学校で、試験的に12点展示を使用することが決まる。それ以前、視覚障害者のための印刷は、図画板という、ザラザラした板に紙を載せ、先の尖ったもので左右が逆の文字を書いていたが、この方式は、視覚障害者自身が上手に書くことは、非常に難しかった。ブライは、 アルファベットを表すためには6点あれば十分で、その方がはるかに読みやすいと考え、これを改良して横に立て3の現在の6点式の展示を考案した。その後、楽譜や数式の書き方も定め、これが世界中で使われる展示となった。ありがとうございます。